はい、ということで試練のウォーは迷宮にやってまいりました。一回入り直したんですけれども、形状は毎回変わるのかな。ここも訓練場と同じようなシステムなんでしょうか。ちょっとね、聖剣を手にした者しか、今回入れないということなので、トーマ君だけで、頑張って進めてまいりましょう。パートがね86ということで、実況は今回も私ダースがね担当させていただきます。まあね、物語もいよいよ大詰めということで、もうそれね終わりの匂いがするような感じになってきましたけれども、まあねサクッと、やっていきたいなと思います。ちょっとねシリアスな展開になっているのでね、最後、どうなってしまうのかというのが気になるところではあるんですけども、どうでしょうかね。はい、まあこんなような形で、ね、蹴散らしながら、やっていきましょう。まあ、一応そうですね、全部、見回る形でねやっていきましょうか。マップを埋めつつね、わお。なんですが、今のところそんなに問題であるとかね、そんな強い敵がいるとかそういうようなことはないみたいなので、まあこのままね円滑に進められればいいんですけれども、どうでしょうかね。で、ちゃんとね取るものを取ってやっていきましょう。まあこの先お金がね必要になるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、まあ取っといて損はないと思うので、やっぱり終わり際でもねちゃんとアイテムの回収であるとかそういうようなことは、しっかりねやっていった方がいいのかなというような、ところでしょうか。まあ、そんなような感じなんですが、ちょっと処理落ちが、激しい感じですが、おーっと、なんだなんだ、なんか出てきたけど攻撃は通りますね。であれば倒せない敵ではないですね。サクッとやっていこうか。まあ、こんな形でね殴って、倒していくんですが、よし、ボルカノン広くですね。さあ、てな感じでこれでつながるかな。おーっと敵か、なんかメスタオルだな。よしで、ミスリルですね。はい、入った。なんかこう後半というか、終盤のステージにしてはあれですね、ミスリルの量がそんなんでもないですね。1400とかなので全然大したことないな。あ、すいません。まあそんなところなんですが、サクッとねこうぶっ倒して進めていきましょう。鍵もこれ大量にあるので、な途中でねなくなるってことはないと思います。悪魔の儀式、おおっと、はい、入って、で、そうですね、大体のお部屋には敵がこう待ち構えてるような形でしょうか。まあそんなところなんですが、サクッとねやってまいりましょう。はいはいはい、入って、お、これは先に進むところですね。であればそんなに広くないんだな、ここ。ちょっとこっち行ってみますか。カット。はい、ということで未知のエリアにやってまいりましたが、ここには何があるのでしょうか。ミスリル、おっと敵だ。まあこの流れであればそんなに苦戦することなくね進めていけそうですけれども、まあこれから先ねもしかしたらなんかその脅威がね待ってるかもしれないので、まあそういうのに対抗しながらね頑張ってやってまいりましょう。よし、でミスリルと、こんなところかな。あ、ここにもあるね。まあ、チリも積もればヤバいになるってことでね、まあ、小さいところから稼いでまいりましょう。ではね、ラスト、ここも、ここ回って、ここは終わりですね。では、カット。さあ、敵がいるようですが、まあ、気にせず、進めてまいりましょう。まあ、言っても、そんなに問題じゃないですね。あ、全部やったか。であればね、ちょっと、次の階層までのワープがね、遠いので、カットやりましょう。はい、ということで、地下2階にやってまいりました。またね、捜索していくんですが、やっぱり敵の、違う敵が出てきたりだとかね、そういうような変化はあるみたいですね。まあ、ただそんなにね、めちゃめちゃ強いわけでもないので、軽くね、やっていきましょう。で、おそらくですけども、この2階もそんなに広くないと思うので、まあ、サクッとね、進めていきたいなと思います。やっぱりね、ストーリーの、どうなるのかっていうふうにね、気になってる方がほとんどだと思うので、まあ、そんなような形で、進めていきたいなと思います。で、ミスリルですね。はい、はい、はいと。でこんなところで全部回収して、ここ広いですけども、どうしよう、先にこっちから行きますか。まあ、今回の階層の、メインの敵っていうのがその鳥族、鳥族、超人族ってやつですかね、が、多いような、ね、感じになってまして、まあ、ちょいちょい武者であるとかね、こういうふうに出てくるというような感じでしょうか。まあ、でもね、そんなに強くはないので、蹴散らしてねやってまいりましょう。よし、で宝箱、ボルカノン広く、そしておっとっとっと、なんだ、アイテムもありますが敵もいるということで、まあ、こちらをね、蹴散らしてやっていきましょう。なんだこいつ、スクリュードライバーみたいなのが仕上がってあのウォーズマンのね。よし、まあ、こんな形で、さあどうでしょうか。こちらは、お、敵がいる。
地面からこう、引っ張り出してくるやつであるとか、まあやっぱり鳥が主ですね。あれ、ちょっと待って、これでも、よし。まあこんなところなんですが、もうそろ探索終わるかな。どうだろう。おっと、こちらがお金ですね。お、まだ弱った。さあ、こんなところでお金。ここはなんだ。おっと、またか。そうですね、数は確かに少なくないですけども、個々の能力は大したことないので、そんな脅威でもないでしょうかね。おっとおっと、まあちょいちょいね、いけるので駆逐していきましょう。はいと。そしてこの、試練の迷宮なんですけども、一体何回まであるんでしょうかね。ちょっとその辺が分かんないんですが、もしかしたらそのだいぶ長いことを連続でね、収録する感じになるかもしれないです。戻れないとなるとちょっと面倒なので、普段の、ステージと違ってね、一回ジオポートに帰って、準備してからもう一回来るっていうようなことは多分できないと思うので、ちょっと、そうですね、一気にこう進めていくような形になりますね。よし、さあ、ここで、地下3階に行く道は見つかったということですが、まだね、捜索できてない場所あるので、ちょっと全部調べ終わってから、やっていくね、形で、収めていきましょう。で、どうかな、だいぶ回ったけども、あ、上の方ちょっと調べ忘れてるな。まあでも先にこちらからですね、ミスリルがありまして、敵いるな、ほらダークエッジか。あ、まだ嫌だったのか。マップ見てたから分かんなかった。こちらは広場ですね。まあ広場には敵がいるのはお約束なので、まあ全部、対応取っていきましょう。そしてこちらはアイテムはなしと。よし、まあ、ミスリルダーとかね、こんなところでしょうかね。で、こちらも蹴散らしてと。お、逃げよう。いでいでいで、よいしょ。まあこんなところかな。お金回収しましてと。さあ、ではね、今度は回ってないところを順にまたやっていくんですが、鉄さん倒してまいりましょうと。言ってもでもだいぶ8割方制覇したんじゃないですかね、これで。どうかな。で、そうですね、上調べましょうか。もう少しで、この階層はね、終わりですね。まずはこちら。敵さんがいるので、蹴散らしてと。そして、あとは上の方ですね。こちらはどうだろう。こっからでいけるかな。あ、いけるね。さあ、アイテム部屋だといいんですが、敵さんですね。まあ、でもそんな強くないので、まあ、こんなもんで。よし。あれ、まだ全滅じゃないのか。全部行ったと思うんだけどな。うん、回りましたね。じゃあちょっとね、地下3階までカット入れましょう。はい、ということで地下3階やってまいりました。早速調査法進めていきましょう。おーっと、ヘビ軍団であるとか悪魔ですかね。まあ、サクッと倒してね、やっていくんですが、おっと、やっぱり階層によってその違う敵がね、お出迎えしてくれるみたいですね。おっと、なんだ、魔法使い、悪魔か。まあ、サクサクっと乗り越えてですね、アイテムであるとか、捜索ね、やっていきましょう。お、ヘビ女いましたけど、やつもそんなにもう苦じゃないですね。すぐ倒せるので、まあやられる前にやれば特に問題ないでしょうかね。そんなところではあるんですが、こちらもアイテムがあると。お金ですね。ミスリル、はいはいと。で、全部回収しまして、おお、いっぱいいるな。まあでもね、サクッとやっていける敵ばっかりですね。そしてこちら、ここは一方通行かな、当分。おっと、よし。で、さらにアイテムと。あー、どうしよう、道分かれてるな。先にこっちから行こうか。で、ここはどこに繋がってる。おっと、なんかいっぱいいるぞ。あ、処理落ちが。まあ全部ね、駆逐して。お、ヘビ女いるな。先にやつをやんなきゃやばいな。どこにいる。あ、いたいたいた、こいつですね。ちょっとこいつを先に倒しましてと。まあ、仲間いないので、石化させられたら本当にね、無防備な状態になってしまうんですよね。ちょっとそれは避けないとダメなので、まあ、優先してやっぱりヘビ女をね、倒していくべきかなと。ような、ところでしょうかね。で、あ、こっち、行けんの、ね、おっと。どうなんだろう、地下3階は多少広い感じですかね。そうでもないのかな。はい。まあ、こんなところなんですが、次ですね。あ、そうでもないみたいですね。であれば、まあ、回ってないところ順にね、やっていきましょう。そして、また敵。はい、はいと。まあ、明るくね、片付けて、そして、アイテム回収。お金ですね。はい、はい、はいと。あ、こんなもんか。
あとはこちら、ヘビ女であるとか。おわっと、やべ、あー大丈夫だったか今。それともあれかな、石化抵抗マックスまで上げたからもうほとんど石になんないような状態になってるのかな。もしかしたらその効果かもしれないですね。で面倒な武者がいるので、即刻倒しましょう。はい、で奥の方にね、地下4階に向かうための、ゴールがねありますので、まあこいつ倒したらね早速やっていきたいなと思います。はいはい、あれ全部調べたよね。あ、まだ一箇所調べてないな。じゃあちょっとあそこまでカットやります。はい、こちら、うわ、蛇女だらけだ。大丈夫かな。まあサクッと乗り越えて、やばいやばい、あ、やっぱり当たっても石化しませんね。抵抗マックスまで上げたらもう石化ほぼ無効化できるって感じでしょうかね。ちょっとその辺がよくわかんないところではあるんですが、まあね、未知のエリアに向かってやっていきましょう。まあ地下4階に進むためのね、ゴールはもう見えてるので、まあ全部探したいですね。またカット入れようかなと思います。こちらね、ずっとまっすぐ行きまして、ここですね。ここで最後だな。お、はい、ほいと。はい、全部倒したと思うんですが、ファンファーレが鳴らないというね。まあ、4階までカット入れましょうかね。それであれば。はい、ということで地下4階にやってまいりましたが、センターからのスタートということで。どうでしょうかね。まあ、行かなければならないところがね、多いような感じでしょうか。おっと、悪魔がメインかな、今回も。で、こいつちょっと強いと思ったらそうでもないな。大丈夫かな。で、攻撃は通りますね。よし。まあ、そんなところで、倒していきましょう。そして、お金ですね。うん、なんかチビジャンケがね、いっぱいいるような感じですが、駆逐していきます。よいしょ。まあ、悪魔の倒し方であるとかね、羽の切り方であるとか、パワーアップ上げてたので、まあ、だいぶ楽にね、今のところ進められてます。この後ちょっとどうなるかわかんないですけど。ミスれると。はい、はい、はい、はい。お、またチビがいるな。よいしょ。はい、と。まあ、お、回復あるけど、今は必要ないか。軽く駆逐しまして。あの、普通のね、ダンジョンに置いてある回復っていうのは無限には使えないので、一回使ったらね、消えちゃうんですよね。まあそういうようなところがあるので大事にね使っていきたいところです。そしてワープ、ああなるほど、センターに戻れんのか。よし、じゃあね4箇所全部、順に調べていきましょうか。カウンターソードですね。そしておお、敵か。宝箱を壊したから来るっていうそういうパーティーンだったみたいですね。まあでも大した敵じゃないのでサクッとね乗り越えていきましょう。ここは広場ですね。お金、そしてまあ先に繋がるところがあるのでまだ終わりじゃないですね。まあ、この流れで回収していきまして先に、南下していきましょうか。あ、なんもねえや。であれば北上ですね。こちらはどうだ。お、敵がいまして、とワープ装置はないのか。ドラゴンバスターないみたいですね。まあ最後っとね乗り越えていきましょう。であればね、あ、ここにあるのか。でミスビリ、とで、センターに戻りまして、次ですね。こちらからやっていこうか。あれ、間違って閉めちゃった。よいしょ。で、悪魔がいるんですが、軽く乗り越えまして、鬼のなターゲットですね。お、なんだ。またか。あ、この、またちょっと違うタイプの悪魔ですね。まあ、大した敵じゃないので。ちょっと、なんか敵だらけだな。広いみたいですね、今回のマップ。なので、ちょっとゆっくりね、時間かけてやっていきましょうか。まあ、軽く乗り越えましてと。で、こいつも倒して。よし。はい、と。まあ、こんなところか。で、アイテムなんですけども、まあ、お金であるとかね、やっぱりあるような感じなので、これらを、回収しておきましょう。で、北にもまだ道が続いてるみたいかな。であれば行ってみようか。あれ？嘘、もうアイテム満タンか。あらら。まあでも、この英雄シリーズ大したことないので、まあスルーでいいですかね。で、こちらなんですが、アワープ。どうしよう、戻る前にちょっと調べるか。先にね、この南の方を調べておきましょう。この先にも、道あるので、ここですね。よし。あ、ここだけか。ちょっとサイレンこれ拾っちゃってるかもしれないですね。救急車が通りました。そして悪魔なんですが、倒しまして、ドラゴンバスターは拾えないと。どうしようかな。ドラゴンバスターこれ強いんでしょうか。ちょっと迷うとこではあるんですが、いら、何がいらないんだろう。大聖者の書、悪魔の儀式服、これいらないかな。捨てようか。よし、
で、こちらまだ調べられてないので、こちら行きまして、邪神崇拝書ですね。おっと、よいし。で、なんか、ここで多分最後の道なので、まあ、誤解に通じるね、道あるかと思います。で、悪魔を倒しましてと。またドラゴンバスターか。置いといていいかな。こちらは、敵がいまして、アイテムもありますね。うん、悪魔の儀式服、スルーで。まあやっぱりここまで来るとね、ちょっと珍しい装備とか、見たことない装備じゃないとね、ちょっと、あれな感じ、そんなに使えないような感じになってきてるので、まあ、そういうようなものをね、見つけた時に、アイテム、捨ててですね、拾っていきたいなと思っております。ドラゴンシューター、これどうしようか。まあボーガンはね、だいぶ長いことも使ってないような感じなんですけども、一応持っておきたい感じでしょうか。邪神崇拝書と、鬼のナタいるかな、どうだろう、投げちゃおうか。巨人に対して有効というふうに書いてるんですけども、まあもうそんなに巨人にね苦戦する部分っていうのは多分ないかなというようなところなので、まあサクッとねやっていきましょう。こちらは何もないか、いてて、なんだよし。まあこんなようなところで越えていきまして、まだ敵さんね来るような感じなので、まあ全部、吹っ飛ばしてやっていきましょう。もう少しで、全部コンプできそうですね。で、こんなところで敵を倒して、アイテム回収、そして、まだ先があるな。あ、ここゴールか。で、まあ、道は出来上がったかな、全部。大体行きましたね。であれば、ここで最後ですか。はい、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 はい。で、まあ、ファイルが鳴りまして、敵を全滅させましたと。じゃあね、次の回想までカット。さあこちら地下5階に、あ、地下5階というかもう最下層ですね。あんまりそんな深くない感じか。おお、アイテムボックスかなこれ。で、セーブと補給所があるってことは多分ボス戦かな。倉庫強化鑑定。あ、強化もできるのか。あ、鑑定もできる。じゃあ鑑定しちゃおうか。まあお金大量にあるんだから全部ね、やってしまいましょう。ミスミスだ。まあこんなところで鑑定しまして、で、閉まっちゃっていいと思います、これ。なんで。全部入れちゃおうか。はい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 、はいと。まあこんなところで、補給。で、セーブですね。まあちょうどいいぐらいのボリュームで収められたのではないでしょうかね。よし。では皆さんご視聴ありがとうございました。今回はね、ここまでといたしましょう。また次回ね、やっていきますので、ぜひそっちの方も見てみてください。パート86はね、この辺で失礼します。ありがとうございました。それではまた次のパートでお会いしましょう。その時まで、さよならです。バイ。